香川県は定期的に子育て相談支援を行い、保護者らが気軽に交流を図れる施設を香川子育てステーションと認定していて、現在県内に207カ所あります。高松市の県庁ホールにはそうした施設の運営スタッフおよそ50人が集まりました。そして北海道大学大学院准教授で札幌市で子育て拠点施設を運営する川田学さんから、子育て支援施設をどのように充実させていくかのアドバイスを聞きました。最近はもう本当に1年間の育休中にお母さんが赤ちゃん連れてくるっていう感じに特化してる感じになってて、課題っていうのはやっぱりなんか来にくい人にどうやって来てもらうか。保護者の方が誰かに悩みを伝える場所がなんかないのかな。子供から離れられる方がいいんです。親は一人の人間としてなんかこう素の自分になれるような時間を作るっていうのが大事で。